同じ先生と話してると四季さん新しい携帯はなんだ決戦のこのに先生黒小桜ちゃんわしにきなんだか弟たちのためにも強い忍びになります。先生よろしくお願いしますね。買おう。何を買うんですか。就是现在。いざ天寿の定めに。来吧。嘿。一。二三四五六子供っぽいなんて言わせないんだから。哎，好像有得到你了吧。七八九十噔噔噔噔，哦，没得到，按太快了，哈哈。なんだか実はなんだかわしになんだか先生と一緒なら負ける気がせんの。あ、負ける気がしません。好。